長沼氏は日本の武家の一つ。本生は藤原氏。家系は藤原北家の松江鎮守府将軍、藤原秀里の血筋で小山氏の氏族である。関東八館の一つ。家紋は左三つどもえ。鎌倉時代は阿波守護を務め、室町時代は鎌倉久保を、足利三つ金から館号を与えられ、関東八館の一つに数えられた。 源頼朝に従った、小山正光の次男宗政が、下谷国覇郡長沼に領地を得て、長沼市を称したのが始まりである。宗政の長兄長政は、小山市を継ぎ、弟の朝光は、下佐国欠城に住み、結城市の祖となった。また、友光の伊豆男義は、下佐国長沼に住んで、下佐長沼市の祖先となった。宗政は、 上級の乱で功績を上げ淡路守護に任せられ、道の区国や武蔵国などにも所領を与えられた。南北朝時代に入ると本国である下野長沼層を維持することも困難となり、着流の秀直は所領のあった道の区国町構想に移住し、道の区長沼氏と下野長沼氏に分かれた。秀直の小吉秀は、道の区国において勢力を伸ばし、 明徳二年に、道の区国が、鎌倉府の管轄下に入ると、いち早く、鎌倉公方足利氏光の下に出資して、信任を得て、大英六年に吉秀の下野長沼総領有が、認められ、鎌倉府の力を背景に、下野長沼氏を排除して同省に復帰した。この年、関東八館の姓が定められ、長沼氏もその一つとなる。ところが、 義秀晩年に、小光秀と、孫則秀に先立たれると、典秀の小彦法氏と弟の二郎の間に、家督争いが生じ、一旦は二郎が家督を継いだものの、彦坊氏の成人後に家督を脱回して二郎は、欧州の足利光忠の下に逃れた。影響の乱では二郎は、幕府方、淡路守は、鎌倉深田に就いたため、淡路守は、幕府の追悼対象となる。だが、 直後の有機合戦においては、有機市に抵抗して、幕府軍の到着まで持ちこたえたことが評価され、淡路守は赦面された。その後、法徳3年に完了、畠山持国から関東管令上杉則忠宛,宛に出された御教書には、長沼アー入道生空への支援が命じられている。だが、 その直後に発生した関東管理と小学坊の間の戦いである教徳の乱において、下谷国南部は小学坊の制圧下に置かれており、関東管理の支援を受けていた長沼市着流は滅亡もしくは追放されたと考えられている。一方、二郎もしくはその子孫と見られる長沼市の一流は小学坊に仕えて、長沼層から離れた下谷国皆川層に移住して、 皆川氏を称した。戦国時代を生き抜いた皆川氏は、皆川広輝が江戸時代の大名として残ったが、孫の時代にむつぐ断絶した。長沼市系図ズ皆川衆院のことも、ありがとうございます。